か思ってたのと違う系 YouTuber の、ゆっくり霊夢だよ。やりたいことはわかるけど、そっちじゃない系 YouTuber の、ゆっくりマリサだぜ。なんじゃそりゃ、お前がそれ言う？いやー、ついにやってきたね。バージョン 2.0、ニューパワー。戦艦、垂直離着陸機、新たな現代車両。そして、核兵器の実装。ニューパワーって戦艦より、核兵器的な意味合いが強そうだよな。その核も思ってたのと違うから実装する意味があったのかといった感じだけどね。まあ海戦が楽しいからいいとしましょう。おう。それで、今回は何に乗っていくんだぜ？よくぞ聞いてくれた。中島飛行機、一式戦闘機2型、はやぶさ。来たな、傑作陸軍機。この機体は1938年に初飛行した軽戦闘機だよ。連合軍のコードネームはオスカー。一式戦闘機はあのゼロ戦に次ぐ5700機もの総生産数があり、この数値からわかる通り、事実上の陸軍の主力戦闘機として、太平洋戦争初期から終戦頃まで戦い抜いたよ。歴戦の猛者だな。連合軍からは、すでにゼロ戦を知っていたということもあり、当初はゼロ戦の後継機と思われていたり、そのままゼロ戦と誤認されていたことも多かったそうな。へえ、そうなのか。はやぶさのモデルを見てみると、かなり胴体が細い印象を受けたけど、実際に敵として遭遇してみるとゼロ戦と見間違えたりするのもわからなくない。こんな WT みたく冷静に確認できるわけでもないしな。そして生産数も戦っていた期間も長かったはやぶさには様々なエピソードがあるけど、今回は時間の都合上割愛、ウプ主も結構興味を引く話もあったからまたの機会に紹介したいわね。楽しみにしておくぜ。性能についてなんだけど、最高速度はやや遅いもののゲームの BR 的には十分な水準。上昇、旋回にも優れ、服用機とダラダラ格闘戦を続けない限りは優位な立場を維持できるスペックだね。そして低高度を得意としているから高度の上げすぎには注意だよ。武装は 12.7mm、503機銃が2門のみ。火力は大丈夫なのか？このあたりのランク帯ならなんとかなるでしょう。まあ、なんとかあるし。多分、あと特筆すべき点としてはロールレートの高さというのがあるね。もう、ふざけてんのか。ってくらいくるくる回ります。ホッケみたいな感じ。そうだね、そんな感じ。回ってるだけで楽しいので、みんなも回ろうね。集団的行に走ろうとすな。それでは戦場へ。では戦っていきましょう。すでに出遅れているのですが、なんか設定が全てリセットされてしまって、途中から参加するやつが適用されちゃっていたのよ。あらかわいそう。途中参加でもなんとか試合に貢献できるよう頑張ります。タング、100万年ぶりに聞いた。ちなみに弾薬ベルトは空中目標にしています。マップは知らん。マップへの関心が薄すぎる。今回は高度は取らず2500メートルあたりから攻めていこうかと思うよ。最初の目標は BB 素材。一体何に使われるというのだ。ポジションは完璧、あとは弾を当てるのみ。お前にこの火力は厳しいって、マダンがあればワンパンだと聞いていたのに、どこの宗教だよ。マダンとて所詮は 12.7mm だ。そんな 20mm ほどの威力はないぞ。てか 20mm でもワンパンできないことの方が多いだろうに。当てても落ちないのなんて火力。キルスティールか。やはり 12mm 2門では格殺力に欠けるな。味方が近くにいるときは取られるのもやむなしって感じね。次こそは逃さず仕留めてくれよな。正面にミグとハインケル、どっちをやるんだ。味方がハインケルやってるからミグにしようかしら。でも味方さんはなかなか仕留めきれない様子。というわけでハインケルやります。考えの揺れ動きが激しいなお前。これが持ち味。周囲が被害者で溢れ返りそう。いい感じに刺さったわ。そうだな、毎度これくらい容易に仕留めれたらいいものだが。そのまま待機してるミグをやるわよ。てかミグの速度結構速いんだな。一応こっちも低欲単用のプライドがあるんで、速度では負けたくない。プライドの抱き方が細かすぎる。一応こっちは降下しながら追ってるから、このまま行けば追いつけるはず。ほんとだ、距離が近づいてるぜ。奥には A15 も見えるわね。背景ポリカルポフ殿、頼むからそのまま適当に飛んでてくれ。こっちに意識向けなくていいからね。思いっきり横旋回入ったかな。よし、後ろに着いたわ。こいつ、待機してやがる。ナメプしたらダメー。普通に初心者説。なんとなくそんな気がしてきた。そのままさっきのポリカルポフ行きます。さっき適当に飛んでた子じゃん。おかげで助かったわよ。感謝の一撃をかましに行きます。感謝という名目での殺意表明。お気持ち表明の手段は人によって様々。私の場合はこれ、殺害。お前が世界の平和を乱す元凶やったんやな。無事に I15 を撃墜。柔らかくて助かる。相手は助からなかったんだぞ。助かる。はやぶさミサイル出陣。こうやって回転しながら飛んでくるのか。めっちゃキモいな。ピエン？現在本ミサイルは SU2 に向けて飛んでおります。地方へ組み逃げて。さあ、8倍速の影響で早くも射程内に入りました。124発で撃墜できるか微妙だけど頑張っていきましょう。おうおう、頑張れやクソエイム。
クリティカルは入ったけどなんか嫌な予感してきた。残り20発だぞ。焦る焦る。あと6発だぞ。やだ、キョドっちゃう。キョドるな。はい、ダメでした。帰ります。帰れ。ふふ、遅延の時に行ったあの簡易版着陸の本家本元をお見せしよう。見たくもねえよ。エッサイトフライヤーサードギアサマーソルトバージョン 1.12。 お前こんな着陸さらして恥ずかしくねえの。むしろ誇らしい。はぁ、さあ前線に復帰。残る敵はツインスホーイ。ブラインドハントが機能してるうちに撃墜したい。弾薬も燃料も十分だな。頑張れ、前言撤回。 WT やめてどうぞ。手のひらクルックルワイパー。この切り替えの速さが持ち味です。それは裏切り RTA であって切り替えとは言わない。いいから早く撃墜してください。それな。お前だよ。やべ、気持ちいい。気絶の快楽やめろ。大丈夫、寸止め。より気色悪いやつやん。いや気色悪いんじゃなくて気持ちいいのよ。その返しも気持ち悪いわ。ありがとう。は、ところでいつ撃墜してくれるんだよ。ふふ、マリサが勝利を祈った時さ。じゃあ一生祈らねえから永遠にやってろよ。なんでそんなこと言うのよ。お前のもたつきが長いからだよ。はぁ、あのさ、正論とか言うのやめようよ。何その新鮮な呆れ方。もう一機を味方がやってくれたみたい。なんで先に戦闘始めてた我々が未だ落とせてないんだよ。未だに落とせないのが持ち味でして。持ち味って言えば何でも強みに聞こえると思うなよ。持ち味って言葉つけるだけで何でも強みに聞こえるところが持ち味よね。持ち味の乱用やめてくださいね。てかいい加減撃墜してくださいね。はい、近距離でめっちゃ当てまくってようやく撃墜。悪いのは火力でしょうかエイムでしょうか。両方だけど、エイムの方が100万倍悪いよ。ピエン。というわけで試合に勝利。GG。エイム以外 GG。エイムしか勝たん。エイムすら勝たん。結果発表しか勝たんよん。結果は4キル1キルアシストの1位。最後はもたつきエブかったが1位だったのか。途中参加なのでエイム悪かったです。関連性が一切見当たらない。バトルトロフィーもありがとうございます。お100万 SL。そんなわけないです。はい、いりません。AD でハヤブサ乗る人にあげます。あげれません。じゃあ食べます。口に入れないでください。じゃああげます。揚げ物にしないでください。じゃあ黙れ。はい、皆様にご連絡があります。はい、なんでしょう。お前じゃねえよ、黙ってろや。ピエン、以前ウプ主の生声で撮影班の募集動画を作ったのだが、あれから撮影班の人数が120人ほど集まったぜ。この動画公開時点でまだ締め切ってはいないのだが、メンバー管理の都合上いずれ募集は一旦打ち切りとする予定だから、参加希望者はお早めに頼むぜ。こんなに参加してくださるなんて本当に嬉しいことだわ。内容もこだわりを持って丁寧に作っていかないとな。本編はスピードと調整との戦い、外伝は編集と撮影の本気を試す場。2021年も頑張っていくざます。そんじゃ、今回はこの辺で締めさせてもらうぜ。ご視聴ありがとうございました。アスタラビスタは